虫は死ねは、1963年11月10日に、TBS 系列、東芝日曜劇場にて放送された単発のテレビドラマ。制作は、北海道放送。安倍工房が脚本を書き、市原悦子が主演を務めた。撮影は、同年の9月14日から21日まで、妖さ山の麓の真っかり村を中心に、オールロケーションで行われた。 全編フィルム収録。昭和38年度芸術祭奨励賞受賞作品。ドラマ本編の映像は保存されており、横浜市の放送ライブラリーにて無料で閲覧することができる。脚本テキストは1964年、現代芸術協会雑誌、テレビドラマに掲載された。ある農家の夫婦のもとに、主人の名の愛子が手伝いにやってくる。愛子は、 男との別れ話のもつれから気が触れ、果物ナイフで男に切りつけて、精神病院に入院していた。田舎にやってきて、ほっとする愛子は、意外にほがらかで、主人は愛子にいたわりの感情を持つが、妻の方はいろいろと事件のことを、ね掘り葉掘り聞き出そうとする。その時、食卓に飛んできたがを叩き潰そうとする妻の手を、愛子は、衝動的に強く払いのけ食器類が転がり落ちた。 愛子は謝るが、妻は愛子ばかりをかばう夫に嫌な気分になる。ある日、妻は愛子の手のひらの血豆の手当てをする夫を見て、徐々に愛子に反感を持つようになる。そんな折、原野に稲子が大量発生し、対策を講じるために村人や主人が役場に集まった。営林リ書の技師を呼んで、スプレーアーで、 害虫駆除薬を噴霧することとなったが、義士が村にやってくる日、妻は愛子に昼食用として鶏を占めるよう命じる。鳥をなかなか捕まえられず、道に飛び出した愛子を、ちょうど義士たちを乗せたジープで戻ってきた主人が見つけて、一緒に家に連れ帰る。愛子を擁護する主人と妻が険悪になり、愛子は再度取り締めを試みようと鎌を手に、鳥のいる庭に行った。 鳥を追う愛子に妻は、急ぐよう促し、虫も鳥も殺せないお姫様みたいな綺麗事で男を、たぶらかすなんてインバイと同じだ。平気で人を殺せる人間の方がそんな風に猫を、被っているんだと激しく罵倒し、泥棒猫のくせに虫を殺せないのは、自分が虫だからだ。あんたは害虫なんだよと狂ったようになじった。愛子は耳を塞ぎ絶叫する。義志が薬を噴霧する。スプレーア機に乗って、 試しに、主人の家に来た。珍しげに機械を見て、乗りたがる愛子と義シが、楽しそうに談笑しているのを妻が、いまいま主げに見、主人も、やや義シに嫉妬する。愛子に運転を教える約束をして義シが帰ろうと、すると、タイヤがパンクする。見るとタイヤは、カミソリで切られていた。妻は愛子を、犯人扱いし始め、人間の命よりも虫の命の方が大事だという。 きちがいがいると嫌味を言った。愛子は、本物のきちがいは、自分で、自分のことを変だとは自覚できないんですってね。でも、私はまだ自覚できたわと言った。義シが困惑する中、愛子をかばう主人と妻が言い合いになり、険悪なムードになった。愛子は農家を出て行く決心をし、義シはタイヤを交換したスプレー機で、町まで送ろうとするが、主人が、行くんなら一人で行きなさいと言った。 愛子は、私、まだ自分が変だってことを自覚できるわ。でも、すぐにまた、自覚できなくなりそうよと言い残して立ち去っていった。妻は、これで昔通り静かになったと低くつぶやく。他ハット AB、作品ノート17。ありがとうございます。